はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今回でですかね、最後になるんですけど、空間が完成するまでにどんなことしてるのっていう質問になるんですけれども、全3部構成だったんで、前回前々回の2つのお話を聞いてない方でちょっと気になるって方は聞いてもらえると嬉しいです。前回は予算、スケジュール、プレゼンテーションのお話をさせていただいたんですけど、今回は設計図書と設計管理についてお話ししたいと思います。設計図書っていうのは図面のことなんですけど、そもそもな図面って何のためにあるかって知ってます？そんなん知ってるよって言われちゃいそうなんですけど、空間を作るためにあるわけですよね。クライアントへの説明のために書いているわけでもなく、私設計してますよアピールをするわけでもないんですよね。施工会社を通して職人さんがどのように作るのかを説明しているコミュニケーションツールなのが設計図書なんですよね。だって素人の人が図面を見て理解できるって人って結構少ないですよね。それって当然ですよね。そのために設計者がいるわけですからね。打ち合わせで分かりやすく説明したり、現場で分からないことや心配事に対して答えたりすれば、クライアントさんにとってはそれで十分なんですよね。もちろん現場監督さんや職人さんからの質問にも答えるのも設計者のお仕事ですよね。現場では図面の意味が分からなかったり、図面通りに作ると大変なことが起きちゃったり、変更に伴って不明点が出たりとか、たくさん問題が発生しているわけですよね、現場って。その時に最終的な空間の目的を知っている設計者が現場状況を見て判断して指示するわけですよね。で、どんな図面を描くんですかっていう質問も結構言われるんですけれども、聞かれるんですけど、空間を作るのに必要なものを全て描くっていうのがそりゃ答えなんですよ。でも初めて描く人にとっては何描いたらいいんだいっていうのが分かんないと思うので、一般的な図面の種類みたいなものをお話ししたいと思うんですけど、ここでは飲食店を作る時に必要な図面っていう意味で、ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、大きく3つに分かれるんですけど、図面って意匠図って言われている空間を形作るデザインの部分を描く図面と、設備図っていう電気とか給排水とか換気とか空調とか消防などなどの設備関係の図面もありますし、あと建築が絡んだりすると構造図っていう躯体の図面があるわけですよね。で、まずはそもそも前段にこれから説明する図面の目次のようなものが必要だったりもするわけです。その次にどのような人が関わっていて、現場住所がどこなのかみたいな工事としての基本情報を書く図面も必要なわけですね。ここでは飲食店の設計の仕方を説明しますけれども、建築では特記使用書みたいな、どのプロジェクトでも同じような施工方法の考え方みたいなものをまとめたものもあるんですね。で、それで、衣装図っていうのはどういったものかっていうのをこれから説明したいと思います。プランですよね。同じく上から見た平面図、これって結構重要なんですけれども、これを元に描かれるですね、図面って。で、天井を見上げた天井部せずには、電気やエアコン設備などなどの重要な天井を見上げた図面が、描かれているんです。で、次に室内の壁を見た展開図ですよね。もう壁の見た目ですよね。で、建物の外から見た壁の図面、立面図、外観とかね、ファサード図とか言われるんですけど、立面図があるんですよね。で、壁の仕上げやどこに何をつけるのかとかっていう高さ方向の寸法をそこには書いてあったりします。空間を縦にバッサリ切った断面図っていうのもあって、床壁天井の中身はどう作るのかっていうのが分かったりします。それぞれの図面に書かれている仕上げ材をまとめた、仕上げ表、仕上げが見た目で分かるような画像とか貼り付けたマテリアルリストみたいなものもあります。ドアや窓を作るための建具リストっていうのだったり、建具表っていう一覧でまとめてあったりするものだったり、その作り方が書かれている建具詳細図みたいなものもあります。で、次にレジ台やソファーといったような造作家具を作るための家具図っていうものだったり、家具を買う家具リストっていうのもあったりしますね。で、間接照明とか段差とか、ちょっと部分的に細かいところの作り方を書いてある詳細図っていうのもあります。で、防水とか飲食店ではやるんで、防水区画図とか防水詳細図っていうのもありますよね。で、ここまでが一応一般的な飲食店における衣装図と言われているものなんですけれども、その次、設備図なんですけれども、電気設備図みたいなものがあるんですけど、照明やスイッチ、コンセントなどの配線を含めて全部書くんですね。で、その次は給排水設備図っていうもので、水とかお湯とか配管のルートを書いたりする図面があるんです。それと一緒にガスも書いたりもしますね。ガスのルートとかですね。で、換気空調設備図っていうものでは、フードや換気扇、エアコンの位置とかそのルートを書いたりしますよね。で、消防設備図は感知器とか消火栓設備の位置とか配線ルートを書いたりします。で、ここまでが一応設備に関する図面、もちろん飲食店に必要なってことなんですけど、構造図、次は飲食店ではあんまり出てこないんですよね。だからこれは飛ばしますと。で、ここまでが設計図書についてのお話なんですよね。どうでしたかね。ザザッと図面の種類をベラベラっと話しちゃいましたけど、一般的な内容なので、具体的にどう書くんですかとかっていう話はここではちょっと話すような量じゃないんで、飛ばしましたけど、必要な図面っていう意味では、もっと具体的に知りたい方は公式 LINE グループでちょっと質問してみてください。それでは、次に、設計管理のお話に移りますね。設計管理ってどういうのだっていうと、現場監督を通してデザインの確認とか設計図通りにいっているかどうか、行指示やスケジュール確認をして、それを調整してクライアントさんに報告するようなことなんですよね。まさに実際の空間を作っている工事現場なんですよ、舞台は。で、基本的には現場監督さんとお話しするっていうのが大原則になるんですけど、週1回、大体週1回か、1回じゃない時もあるんですけど、定例会議というものがあります。ここではクライアントさんと設計者と施工業者さんで、その関連企業さんが集まって、現場打ち合わせをするわけです。何を打ち合わせするのかっていうと、施工者からは決めないと工事が進められないよっていうことをまずは、項目出しして、決めていくんですね。で、現場で起きた問題だったり、それを解決したり、工程通り進んでいるかみたいなものが施工会社さんから報告されます。じゃあ設計者はっていうと、現場で見て設計と異なって作られているところを指摘していかなきゃいけないわけですよね。で、クライアントさんは、実際に、空間見て疑問に思ったことだったり、思いついたりすることを質問したりするわけです。ここでの重要なポイントは、リアルタイムでまさに今工事が進行しているので、結構即断即決しないといけないことが多いということなんですよ。ここでの判断が遅れると、そのまま工事も遅れるってことなんですよね。あと、変更によって追加費用がかかることもあるってことなんです。これは設計者やクライアントとかの発言によって、現場が予定とは異なる動きをするときに発生したりします。なので、常にコストのことは発言とともに意識しておかないといけないよってことなんですよね。で、今日は空間が完成までにどんなことをしているのっていう質問の最後の3部だったんですけど、それの設計図書と設計管理についてのざっとしたポイントをお話ししたんですけれども、結論はというと、設計図書は空間を作るためのコミュニケーションツールだよってことなんですね。で、設計管理は即断即決が求められ、時間とコストは常に意識しましょうねっていう注意点のお話でした。全3回にわたり、空間完成までの一連の流れをざっとお話ししてきたんですけれども、なんとなく全体感ってつかめましたかね。最後は最初はね、雰囲気的なものがつかめればいいかなっていうぐらいで思っています。で、具体的な話をもし聞きたければ、ご質問ください。今日はそんなところです。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ってたり、実際参加してみたい方は一度覗いてみてください。それでは、今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。